はい、こんにちは、長澤です。今日はですね、ピボットバンパーを作ってみたいと思います。ジャパンカップ2018新潟大会も近づいているということで、時間もないのでね、サクッとやってまいりましょう。はい、まずは材料を紹介していきたいと思います。まずはこちら。FRP フロントワイドステーフルカウルミニ四駆タイプですね。この弓なりのやつです。はい、そしてこちら。スーパー X シャーシ FRP マルチ強化プレートですね。はい、最後に AO パーツの17-19mm ローラー用ゴムリング6個ですね。ちょっとパーツが少ないかなと思うんですけれども、今回は主にリアに使うように、こちらのプレートね、1枚でやっていきたいと思います。で、フロント用だとですね、これを2枚重ねて使って、こうちょっと削ったりなんかしてね、テーパーをつけて、コースアウトしないようにとする人も多いんですけれども、今回はリア用にするという前提で作ってみたいと思います。はい、そしてその他細かいパーツです。まずはですね、適当な長さのビスですね。これは FRP プレート2枚を押さえつけるために使いたいと思います。そしてこのロックナットもですね、同じ理由です。で、ワッシャーもですね、同じところに使いたいと思います。こちらトラスビスと、あとロックナットですね、この辺はピボットの稼働を止めるために使いたいと思います。そしてこのゴムリング、こちらは、リア用にする場合はね、ゴムリングでもいいかなということで一応準備してみました。そして最後にですね、こちらちょっとちっちゃいけれどもハトメですね、これ2個使いたいと思います。こちらですね、なくても作ることはできると思うんですが、強い衝撃に耐えるために穴を補強するために、使う人が多いみたいので、私も今回やってみたいと思います。はい、では早速やってみましょう。はい、まずはこちらのプレートを加工していきます。ここの穴にですね、ハトメを入れて穴を補強したいと思います。なぜここの穴かということなんですが、こちらの FRP プレートまだカットしておりませんけれども、穴を重ねるとちょうどここの2つがね、重なっております。穴見えております。ここを軸にですね、上のプレートをこう 動かすようになるよということですね。そうすると、このプレートのね、穴の位置、それぞれのローラー径を入れても規格をオーバーしないということみたいですね。ということで、ここの穴ですね、やっていきましょう。まずはですね、2.5mm のドリルで穴をちょっと大きくしていきます。反対側も行います。はい、内側の穴ですね、ちょっと大きくなりました。ここにハトメを入れていきます。はい、このハトメの金具を入れただけでは、これは抜けてきますので、裏面ですね、裏側のところを拡張して穴を広げて外れてこないようにしたいと思います。そこで使うのがサラビスとナット、それとトラスビスですね。はい、まずはこちらのサラビスをのハトメの裏側から入れていきます。そしてナットを締めます。こういう状態ですね。そしてこれを締め込んでいきます。いけるところまでいったらですね、一回外します。はい、これで裏側少し広がって取れてこないようになりましたが、ここにですね、トラスビスを使ってさらに、平らにですね、していきたいと思います。こんな感じに仕上がりました。こちらが裏ですね。非常に綺麗に仕上がっております。はい、じゃあ反対側もやっていきます。はい、できました。こちらのプレートは、これで主な加工は終わりです。次にこちらのプレートを加工していきます。このプレートで使うのはここから端ですね、
横の部分、この穴のあたりから横の部分ですね、真ん中の部分は切り取ってしまいます。使う位置ですね、先ほどのプレートと重ねて、この軸になるところですね、まずは重ねると、はい、ここですね、大体この辺を目安に、ここから先ですね、ここに可動を止めるためのビスを入れますので、ここで引っかかって止まるようにということですね。こういってここで止まるようにということですね。削っていきたいと思います。なのでこの穴のあたりですね、ここを切り取っていきます。左側も同じですね。はい、切り取ってみました。今回私も初めて、作ってますので、ちょっと余分にね、残しております。まずは一旦ね、ここビスを通して固定する位置を見てみましょう。ハトメを入れた側からですね、とりあえず乗っけてみたいと思います。はい、この位置ですね。でこの辺にローラーをつければこう動くということですね。でこの位置でストッパーにしたいということです。そしてここにゴムリングを巻きつけるという流れになりますが、まずはですね、このストッパーがこの小さすぎるので、こんな感じになっちゃいますので、この部分をですねヤスリで削って整えたいと思います。一旦このストッパーの位置にロックナットを入れて、どのぐらい削るのか見てみたいと思います。はい、ロックナットをつけてみました。ここね、浮かしているのでここに乗っけてみたいと思います。はい、この位置ですね、上の部分をね残せばちょうど引っかかって止まるようになるかなと思います。ここで、ゴムを巻きつけるのでそこまで、ね、ぴったり合わせなくていいと思うんですけども、ぴったり合わせたらかっこいいと思うので頑張って削りたいと思います。ここにロックナットを入れてみて気づきましたけれども、少し重くなるかもしれませんが、スペーサーとかをねここに入れて、ビスで留めても丸いので加工しやすいかもしれません。今回はロックナットでやってみたいと思います。はい、削っていきます。左右ねだいたい同じ位置になるはずなので、重ねて一気に削っていきたいと思います。はい、削ってみました。こんな形にしてみました。こうですね。はい、この削ったプレートをここにですね、つけていきます。ここを軸にしてですね取り付けてみます。はい、ロックナットを入れてですね、締め付けていますが、ちょっと緩めて動くようにしております。これを左右取り付けて、ここにゴムリングを巻いてみます。はい、ゴムリングを入れてみました。ちょっと動かしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。これで、基本的なピボットバンパーにはなったのかなと思いますけれども、ただ今回ねこの試作品、ちょっと作ってみて思ったんですが、ここねここ引っかかっちゃう場合があります。この辺はプレートをうまく削って、ね、テーパーをつけてぶつからないようにとかね、あとはここねよく見るとちょっと斜めになってますよね。この辺の解消をどうするかっていうところをね、ちょっと考えてみたいと思います。それとですね、あともう一つ、リア用ということでフロントほど精度がね必要ないのかなということで、この部分ですね、今はワッシャーを入れていますけれども、ゴムリング、オーリングですね、これを入れてロックナットで留めてみても面白いのかなと思います。はい、ということでこちらピボットバンパーを作ってみました。一応ですね自信がなかったのでリア用ということでやってみましたけれども、実際ね、やってみたらなんとなく構造が理解できたので、次はフロントに挑戦してみたいと思います。でこれ自体もですね、もうちょっとさっき言ったようにね、いろいろ削ったりとかパーツをねビスとかワッシャーとかね見直して使っていきたいというふうに思います。実際にどういうセッティングにしたかっていうのはジャパンカップの後にですね、分解してまたご紹介したいというふうに思います。ということで今回はピボットバンパーを作ってみたという動画でございました。また見てね。